休憩入ります。マジでやる気あんの？はい、すいません。いや、すいませんじゃなくてさ、やる気あんのって聞いてんの。あ、はい、やる気はあります。やる気あってああいうミスするかな普通。すいません。あ、あの店長、さくらさんさ、最近ちょっとたるんでんじゃない？変なミスも多いし。やる気ないならいつでもやめてもらって構わないんだけど。あ、いや、なんでだと思う？ここまでミス多いの。それは自分の能力不足。いや、そんなの当たり前でしょ。そうじゃなくて、最近ミスが多いの、なんでだと思う？それは当ててあげよっか。疲れてるんでしょ最近。大学も忙しくて、こっちも錬金だし。だから心身ともに疲れてる。違う？はい、まあ、うん、そういうのなんていうか教えてあげよっか。言い訳って言うんだよ。わかる？言い訳。疲れてるなんてみんなそうなの。みんな激務の中しんどい思いしてやってんの。なんかさ、さくらさん、辛いのは自分だけみたいなこと思ってない？私だけが辛いんだみたいな。いや、そんなこと。いや、思ってるよ。顔にそう書いてあるし。そんなんだからさ、あの、すいません。あ、何いたん？あ、はい。てか何してんのこんなとこ。いや、休憩で。ああ、そう、タイムカード切った。あ、はい。そう、休憩15分だから時間守ってね。申し訳ない。はい。あ、何？いや、星野です。ああ、いや、そう言ったけど。あ、じゃあ、あんまり汚さないでね。あの、大丈夫ですか？え？あ、ごめんね。あ、いや、新しく入った子だっけ？はい、今日から。あ、ごめんね、ちゃんと挨拶できてなくて。あ、いや、大丈夫です。出勤時間違いましたから。うん、今日はオープンからいるの？はい、覚えることいっぱいで。最初はそうだよね。でもすぐ慣れるよ。分かんないことあったら何でも聞いてね。あ、ありがとうございます。うん、じゃあ、あの、さくらさんですよね？ん？あ、うん。さくらさんは長いんですか？ああ、どうだろう、半年ぐらいかな。ああ、半年なんですか。うん、なんで？いや、ものすごく手際がいいなっていうか。ああ、偉そうに聞こえたらすみません。ただ、さくらさんが来てからすごく楽になったんで。そっか。まあ、半年やってたらそりゃね。それに、他の人のミスとか全部引き受けてましたよね。え？さっきも店長が忘れてたオーダーとか全部カバーしてたし。今までずっとそうだったんですか？ああ、どうだろう。店長ってずっとあんな感じですか？え、高圧的っていうか。それにさくらさんには特に。うん、まあ普段はいい人なんだけどね、忙しくなると。うん、しょうがないよね。しょうがないってパワハラでしょ、さすがに。うん、でもしょうがないの、私がダメだから。さくらさん、ごめんね。申し訳ないこと。え、僕がなんとかします。え、なんとかって。ちょっと、さくらさん、何してんの？店長、ちょっといいですか？浮気をされて3日目。と、3日目の顔。きついなぁ、ほんと。まあ、会いたい子を DM して。